ってるものからなんですけど、このノート本体はセリアで買いました。5ミリマスのもので、大きさは B6 でして、文庫本みたいになってて368ページもあります。で、ここについてる付箋は全部ダイソーで買ったものです。こういうなんか循環気球とか書いてあるやつは最近出た付箋だと思います。これはポストイットの付箋ですね。こういうマーカーは無印で買ったやつです。で、最初はこのノート1冊使い倒してやろうと思ったんですけど、全然使い切らなくて半分ぐらい余ってます。すべての科目をこのノート1冊にまとめていたので、だいたい単元ごとにノートは書いていたんですけど、時間短縮のためにインデックスみたいな形で付箋を貼っていました。これは一番最後のテストの時に持っていったいいですね。この紙自体は無印のメモ帳です。で、これを普段は壁に貼ってました。中身は本当に字が汚いです。このノート何に使ったかっていうと、本当暗記をするために使ったのと、散らばった知識をまとめるために使いました。で、最初はこの、私は生物学、なんとか生物学みたいな、そういう科目が本当に苦手なので、まずは分子生物学っていう科目から勉強を始めました。先生が授業中にスライドを配ってくださったので、それを自分で理解しながら内容は書き写してるっていう感じです。で、あんまりこのマス目にとらわれることなく、こうまとまりを意識して、もうできるだけ大きく最初は書いてました。まあ、基本レジュメで、なんかここしっくりこないなってところがあったら、教科書見るよりも私はネットで調べちゃいます。この辺もまあ遺伝子工学とは書いてあるんですけど、科目としてはさっきと同じです。この辺も本当によくわかんなくて来ました。書くときは本当この黒のボールペンだけです。なんかいろいろ今は色のマーカーがあるんですけど、こういうのは一旦まとめ終わって、時間が経ってから2週目復習をするときに、こういう色を使ってマーカーを引いてました。一度にマーカーを引いた方が綺麗になるんですけど、それだと私は全然暗記できないので、できるだけ反復できるようにこういう形を取りました。本当こんな形で、多分高校で生物やってた人はこんなのやってんかよって思うかもしれないんですけど、私は全然わからなかったので、もう基礎的なことをずっとレジュメ見ながらやってました。で、こっからまた遺伝がわからなかったからやってます。ここは薬の確認で、この辺から天然物化学の暗記をしました。もう本当に一個も 何が何だか分からなかったので、なんかこう抵抗感みたいなのをなくすためにこんな感じで書いてますが、まあ、正直いらなかったんですけどやってました。はい、いろいろ書いてあります。これも先生が配ってくださったレジュメを見ながらやったり、先輩がくださったまとめプリントみたいな、そういうのも活用しました。ここからは付箋にも書いてあるんですが、循環器系、心臓とか血圧とか、そういう薬物治療の範囲です。これも完全に先生が配ってくださったプリントをほぼ丸写しという感じです。本当に先生が丁寧で分かりやすかったんですけど、私の理解が追いつかない時があるので、薬が見えるを読んだりとか、 YouTube で調べて、現役の看護師さんとか現役の医療従事者の方が上げてる動画とかを参考にしてました。緑のマーカーとかはテスト当日の行く時の電車でさーってマーカーを引いたものです。これは大事っていうものを聞きました。今度はさっきやったものを元に、薬を今度覚えなきゃいけないので、その元にをやってました。本当汚いんですけど、
これとかはもうどうしても覚えられなくて直前で書いたものたちですね。この薬はこういう作用みたいのを結びつけるぐらいしかできなくて、いっぱいあるやつ覚えられなかったですね。こういうのも書き込むようにしてました。ほんと血管とかそういうやつです。これは呼吸器、肺の病気とか、その辺は風邪とか。次が薬労をちょっと挟みます。クリアランスの計算とかが結構多かったんですけど、ちょっとずつやってたので、まあ本当に暗記物みたいなところをやってました。これは本当に大事だなみたいなところだけやりました。こういう暗記のところはできるだけ端折れるようにしてあります。こういうのとか語尾で覚えたりとかしますよね、薬学生の。胃腸、本当やってることはそんな変わんないですよね。本当なんか殴り書きして暗記してるだけです。薬学ゼミナールから出てる領域別問題集の薬物治療の範囲のところから解いてたみたいです。結構間違ってます。で、解いて間違ったやつは正答の番号書いて、なんで間違ったかとか、ここ覚えられてないなっていうのを下にちょっと書いたりしてます。この辺からなんかね、覚えるべきところはちょこっと青文字で書いたりしてますね、暗記なので。ここからは英語、これはもうテスト前日にやったやつです。本当に覚えられない単語だけピックアップして青で書いて暗記しました。行きの電車とかでやって覚えられたやつにチェックつけるっていう感じでやってました。で、本当に最後の最後まで本当に相性悪いなっていう単語はいつもこうやってぐるぐるって丸つけたりしています。自分がつまずきそうだなっていう文章とか、ちょっと難しいなっていうのとか、テストでとにかく聞かれたら困るようなところをピックアップして、そのまま書き写して和訳を書いてあります。上にちょっと怪しいなと思った単語も書いてあります。最後の方は過去問解きながら、ここはダメだなっていうところを書いてただけなので、付箋とかは全然貼ってないです。これも小分かりを解いたものを書いてあります。これも小分かりですね。ここもまだ製剤の範囲かな。また薬に戻って、こっちはほっと覚えられないものをピックアップしてます。ほんとひどいですね。テスト直前で焦ってるので超汚いです。この辺は薬道にまた戻ってきてます。また計算ですね。クリアランスとかの計算をひたすらやってます。これは多分領域別で解いたと思います。この辺は TDM の内容を全然理解していなかったので、ここで焦ってまとめ始めてますね。ここもそうです。で、また薬道の計算ですね。この辺はずっと計算も全部ボールペンでやってます。たまに暗記も挟んでます。ちょっとこんな感じですね。工夫したところはなんかそんなにめっちゃ考えてやったわけじゃないんですけど、こういう色はボールペンで描くときに一緒にやらないっていうのが一つ工夫したところです。この文字を書くのと色をつけるのを別の工程にすれば、それだけで2周その範囲をやれることになるので、そういうのはすごく工夫しました。ということで、ノートの紹介を終わりにします。よかったら高評価の方よろしくお願いします。あとチャンネル登録もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。